世界を見るとね完全にアメリカがリードし中国が食らいついていってるという状況なんですけども日本の経済はどうなんでしょうか百貨店の地盤沈下って結構,結構 こうまずいですねセブンねセブンアイ・ホールディングスがそごう・西武売却ですよファンドにだからもともとセブンイレブンがあって伊藤洋華堂があってそこにそごうと西武くっつけたら相乗効果でいい感じになんじゃないかと思っていたけど全く相乗効果がないと伊藤洋華堂を立て直さないきゃいけないからもうそごう・西武がお粗末だっていうことでこれファンドに売っちゃったんですよねちょっと寂しいわねそうプリンスホテルもね身売りになっちゃいましたしね 売られたホテルと売られなかったホテル分かれてますけどもこの百貨店自体が相当やばいんですよちょっと読みますね百貨店止まらぬ地盤沈下売上高ピーク時の半分以下百貨店の経営環境は総じて厳しい全国の売上高は超低落傾向でバブル期のピークと比べると半分以下に落ち込み地盤沈下に歯止めがかからない地方を中心に店舗の淘汰が進むほか新型コロナで都市部の百貨店が頼みとしてきた訪日外国人客の需要も激減顧客をつなぎ めめるるための戦略が急務となっているまさに百貨店という業態が今大きな危機に直面している経産省の百貨店研究会は昨年7月の報告書でこう指摘した時代が変化する中でも百貨店の対応は遅れていたとし他の小売業態に見られるような改革が進んできたとは言えないのではないかと厳しく評価した日本百貨店協会の統計によると令和3年の全国百貨店売上高は約4兆4,182億円ピークだったバブル期の平成3年の約9兆7,130億円の の半分にも満たない数字バブル崩壊の後遺症で長らく右肩下がりが続きリーマンショックやコロナ禍の大打撃で低落に拍車がかかったということでこのグラフを見ていただければですね、えー、バブル期のピーク9兆何ん売ってたのがガーンガーン下がってドカーンですからねここね最後コロナででね確かにバブル期ここまで行ってましたよでここ近年はちょっと低いところで停滞してたわけですよねこの時に何をやったかですね どの百貨店もほぼ例外なく外国人訪日客にシフトしちゃったわけですよそれがまずかったですねやっぱね金のなりそうな方にねひょいひょい行くじゃないですか落とし穴があったりするんですよね中国人に時計を買わせるために作った館みたいのがあったりとかねワンフロア全部免税店みたいなね入ったらアナウンスは中国語だ英語,語だ明らかに外国人を相手にしてねだから中国人スタッフ観光 黒人スタッフ、白人のスタッフ入れてですねいやーなんか日本人が行ってもマイナーな買い物客みたいな感じになっちゃったわけですよねだからもう法律客向けのショッ センターみたいになっっちゃってますからそうするとこれまで百貨店で買い物してた人がなんか変わっちゃったわねっていうね買いたいものが全部なくなるっていうわけではないんでしょうけれどもなんか居心地が悪いというか中国人様ご一行韓国人様ご一行のっていうことになるとフロア行くと全部免税店みたいな失礼しましたみたいなお呼びでないみたいな感じですからでそこに相当投資して、まあ、法に近くシフト バーンやりましたからそれが衰退に拍車をかけてしまったのかもしれませんね百貨店には百貨店の役割っていうのがあると思うんですよこれもし百貨店なくなっちゃったら結構めんどくさいですよだって一箇所に行けばこれもあれもこれもあれも変えちゃったわけじゃないですかこれそれぞれ専門店行けって言われたらどこどこは銀座どこどこは日本橋どこどこは新宿みたいな一点一点お店をですね行ってたらこれはめんどくさいですよね だからもちろん専門店に行った方がものぞれもののえばいいのかもしれないけども良さげなものをですね百貨店に揃えてくれてるやっぱこの便利さっていうのはそそうそうだから虎ノ門ニュースが百貨店型ですよね虎ノ門ニュース見てるといろんな人が出てきていろんな話題をやるというね政治に詳しい方経済に詳しい方闇社会に詳しい方いろいろ出てきてですねいろんな話が聞けたった一人いや誰とは言ってませんよでも誰もわかんないと思いますけどそれをだから虎ノ門ニュースを毎日見るだけでいろんな そんなのを見るることとがででできるというすすね、まあ、百貨店型ですよね今はもう一人一人が番組持つようになりましたからそれでも専門店みたいなもんじゃないですかですから百百貨貨店店にはねねのの良さっていうのがあるわけですよ、ね、全部がセレクトショップみたいなもんですから例えば誰かにお礼の品を買いに行かないといけないってまず百貨店に行くそ,そうすると食器がいいのか食べ物がいいのか見てるとあこれだみたいになるわけですよね。これ専門 店でやろうとすると最初から買うものを決めないとどこの専門店に行ったらわかんないわけですね。まず百貨店に行ってそこで探せばいいみたいなやっぱこれがですね百貨店の良さなわけですよね。ですから百貨店というものがなくなることはないと思うんですけども外国人が来たら買うものがあってもいいでしょうけども、やっぱ やっぱり日本人ですよね日本人が生活の中で百貨店を必要とするという、えー、そういう百貨店の存在でないと、えー、なんだ外国人の買い物バカみたいになっちゃうとですね百貨店の魅力がですね失われていくのかなというふうに思いますね私はだいぶ使ってる方ですけどねセブンアイホールディングスが素合とセブンを売却ですということですね百貨店はやっぱり上質なものをずらーっと並べたらいい気がする するな大塚家具じゃないけども安売り始めたりとかしたら一気に駄目になったじゃないですかもともと高級なものを売ってるところが周り見て周り安いもの売ってんなじゃあうちも売って安いもの売り始めたら周りと変わんないわけですよどうでしょうそんなこと言ったらもうイケアとかいろいろあるわけだからそこと貼っっってててやろうって言ったって無理ですよ高級ってやってる大塚家具は高級でいかなきゃいけなかったんですよねだから百貨店ってもともといいものを並べてたわけですよ。 今はねいろんな格好で行く人いますけど昔は昔って言ったら4五5 0年前ですよ僕が生まれたか生まれてないかの頃は百貨店に行く時はおししゃれをして行ったわけですよだから男性だったらちゃんとスーツあちょっと百貨店行くんだとこんな格好じゃダメだとちゃんとスーツを着て行く女性だったらねドレスを着て行くとかそういうおししゃれをして行く場所だったんですよねだからいいいいものがっっぱいあったんですよねだから百貨店はもう周り見てねあそこでこれ売れてるあそこでこれ売れてる じゃなくてもういいものをザーッと揃える例えばロンドンのハローツなんか見てくださいよいいものを わーっと置いてあるわけですよそうするとそれこそ世界のお客さんが来るわけです日本で買うべきものは全部ここでありますよみたいなねそんな安売りのやつを入れたりとかドン・キホーテ入れてみたりとかそんなんじゃなくて例えばイギリスでいいもの買おうと思ったらもちろん専門店もあるんですけどハロッズに行けばそれなりのものは買えるというねだから上流のいいお客様ね世界から来るいいお客様はロンドンに行ったらまずハロッズ行くんですよそういう風になんなきゃダメなんですよだから百貨店はとにかくいい いい,ものがね、いいものの方向装置でいかなきゃダメですね。と思いますだからほらハローつって,って汚い格好でいくと入れてもらえませんからね多分ねその格好だねちょっとその格好もダメだな、ね、え本当に本当によよだからジーンズ破れてるとかまあ無理です入ろうとしたらあなたの来るとこじゃないですって入れてくるんないですよドアーマンがいてなんかつまんない格好してる人あなたが買うものないからって話になってくるんですよ人種じゃないです汚いい格好の人はそそそもそもそういう お客さんそういう <laughs> 差別だって言いますけど昔からそうだからハローズなんていや今でこそ普通の人入れますけど昔はね紳士淑女しかか入れなかったわけですよだからそういう格好でね <laughs> アウト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 というわけで別に日本の百貨店もそれをやれというつもりはないけども <laughs> 敷居が高いっていうのをいや誰でも来てみたいにやっちゃダメですよやっぱ敷居はねだからもう百貨店行く時にちょっとおしゃれしていかなきゃって思わせるぐらいのいいものを取り揃えてますっていうふうに。 した方がいいんじゃないかな。だから分ければいいわけですよ。20代の子たちが買い物をする、そういうショッピングセンターがあってもいいわけで、本当にいいものが買える場所もあってもいいわけで。それこそが百貨店の役割じゃないですか。若い人が買うんだったら、ルミネとかさ、ラフォーレとか、いろいろあるじゃないですか。それでいいんだと思いますよ。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして、誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。